ホンダ F1 第2期から第3期までの空白の期間、その間メーカーワークスエンジンでなければ勝てないと言われた90年代後半の F1 でカスタマーエンジンメーカーとして4勝を挙げる活躍を見せた無限ホンダ。その挑戦の歴史はどのようなものだったのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は無限ホンダの F1 挑戦の歴史とそのエピソードを解説していきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。モーター天国関連チャンネル、投稿者ツイッターもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。ホンダの創業者である本田宗一郎の息子、本田博俊が、後のホンダの社長である、川本信彦らと共に、1973年に設立した無限。博俊がレーシングエンジンの開発を行いたいという思いから設立された、この無限では、創業当初からホンダの四輪、二輪車のチューニングパーツ製造を開始。創業当初は二輪のモトクロスで名を馳せていった傍ら、四輪用レーシングエンジンの開発にも参入。初代シビック EB1 のエンジンをベースとした MF318 エンジンを開発し、 FJ1300 用として提供を開始すると、以降国内を中心としたレーシングエンジンの開発供給を続け、チームとしても国内レースに参戦していました。また無限の本社社屋がホンダ技術研究所の研究施設の近所にあったことなどから、ホンダの技術者たちが退勤後に無限のオフィスを訪れ、研究開発を続けていたといいます。かねてから F1 参入の野望があった俊博率いる無限は、1980年代後半になると、F1 用エンジンの開発を開始。当時、自動車メーカーが莫大な資金を投じて F1 エンジンを開発し、参戦チームに無償供給して密接な関係を築き、トータルパッケージが重要視されることで、開発規模が肥大していく流れが進んでいましたが、俊博はそんな時代の中で、イギリスのエンジンビルダー、コスワースを参考に、チームに対してエンジン使用量を取る、日本版コスワースを目指すことを掲げ、プロジェクトを進めていきました。F1 が1989年からターボエンジンを禁止し、自然吸気エンジンに限定されることが決まると、無限は自力で F1 に進出することを模索し、完全オリジナルの 3.5 リッター NAV8 エンジンを開発。ティレル018やレーナードの F3000 マシンに搭載して、水面下でテストを実施したのです。ジョニー・ハーバート、クリスチャン・ダナーら、テストを担当したドライバーたちからは高評価を得ていたといいますが、ある話が舞い込んだことで、この V8 エンジンはお蔵入りとなります。1990年末、ホンダが1992年を最後に F1 から撤退することが決定的となったのです。撤退することを決めたホンダはこの時、数年後には F1 に復帰する構想も織り込んでいたため、年月が経過することによる技術の引き継ぎが課題となっていました。そこでホンダは、F1 参入を模索していた無限に、ホンダが再度 F1 に参入するまでの技術の橋渡し役として、ホンダ F1 の技術資産などを引き継いだ上での F1 への参入を打診。一度は破談となったものの、最終的に無限は、80年代後半から90年代前半にかけて、ホンダがマクラーレンやティレルに供給し、89年と90年にはチャンピオン獲得にも貢献した V10 エンジン、RA101E を引き継ぐ形で、F1 に参入することになったのです。当初は、無限の名で参戦する予定だったものの、支援元のホンダ側の希望もあり、無限ホンダとして参戦することが決定。ちなみにこの時のホンダの社長が、無限の創業メンバーの一人である川本でした。こうしてホンダ第2期最終年の1992年から F1 に参入した無限ホンダ。最初にエンジンを供給することになったのは、前年にポルシェとのエンジン契約が大失敗に終わり、低調なシーズンを過ごしてしまっていたフットワークでした。この年の無限ホンダのエンジン、MF351H は、前述の通りホンダ、
RA101E をベースに改良を加えたものでしたが、ベースの RA101E の重量がネックとなり、さらに設計も古いものになっていたため重心も高く、バランスはいまいちでした。この年のフットワークは、ミケーレ・アルボレートと鈴木アグリがコンビを組み、アルボレートが4度入賞を果たしたものの、アグリは2度の予選落ちを喫するなど苦戦。空力既得性も良くなかったとはいえ、無限は弱点を克服するため、翌1993年はエンジンの徹底的な軽量化を実施。重量の 10% 削減を実現し、低重心化も図られたことでバランスが改善し、93年の第12戦ベルギーグランプリでは、アルボレートの後任であるデレック・ワーウィックとアグリが、予選で6、7番手を獲得する走りを披露します。しかし、入賞は2度にとどまってしまい結果に結びつかず、本家ホンダ側からの供給チーム変更要望があったことや、フットワークの大幅な体制変更があったことで、フットワークと無限ホンダはこの年限りで提携を解消。1994年はロータスに改良型エンジンの MF351HC を供給することになるのです。しかしこの年のロータスは慢性的な資金難に苦しんでおり、かつての名門の姿は見る影もなく、マシンのポテンシャルはありませんでした。そんな中でもロータスと複数年提携を見据えていた無限は、シーズン中に新スペックエンジンの MF351HD を開発。シーズン終盤にテスト投入した後、1995年に本格的な使用を開始する予定でしたが、この年の第3戦、サンマリノグランプリで発生した複数の重大事故によって、安全性向上のためのレギュレーション大幅改正が決定。エンジンはスピード抑制のため、95年から排気量を 3.5 リッターから3リッターに規制されることになり、無限が開発中だった新スペックエンジンは、94年までしか使用することができなくなってしまいました。そこで無限側は、このエンジンの投入計画を前倒し、第12戦イタリアグランプリで、ジョニー・ハーバートのマシンにこの新スペックを搭載。するとハーバートは、このイタリアグランプリの予選で4番手を獲得する躍進を見せ、この年の最上位グリッドを獲得したのです。意地を見せた無限ホンダでしたが、結局この年のロータスはノーポイント。ロータスは経営難を立て直すことができず、この年限りで F1 から撤退。無限ホンダは新たに、95年の供給先を探すことになります。95年の無限ホンダは、当時ベネトンの代表であったフラビオ・ブリアトーレが買収し、トム・ウォーキンショーと共同経営されることが決まっていたリジェに供給することが決定。当初無限側は、ミナルディと契約寸前まで話が進んでいたものの、急遽リジェに供給先を変更したことで波紋を呼び、ミナルディがリジェを訴える事態に発展しました。この年の無限ホンダエンジンは、3リッター規制に対応した新エンジン、MF301H を投入。実質的な兄弟チームであったベネトン、B195 によく似た、この年のリジェのマシン、JS41 に搭載され、マーティン・ブランドルが第11戦ベルギーグランプリで、3位表彰台を獲得。無限ホンダにとって F1 での初表彰台となったほか、最終戦オーストラリアグランプリでも、オリビエ・パニスが2位を獲得する活躍を見せたのです。手応えを感じた無限は翌96年に向けて、優勝を狙えるエンジンをコンセプトに改良を実施。95年の使用にプラス30馬力、最高回転数を5000回転向上、6キロの軽量化を図るという目標を掲げると、最終的には96年型の MF301HA は、それを上回るパフォーマンスを実現していました。リジェはオーナーであるウォーキンショーが、チームの完全買収に失敗したことで、経営から手を引いたことを発端に、資金難に陥っていましたが、第6戦モナコグランプリでは、チェッカーを受けたマシンが3台という、前代未聞のサバイバルとなったレースで生き残った、オリビエ・パニスが優勝。ホンダ第3期までの技術引き継ぎを目的にスタートした、無限の F1 プロジェクトは、次世代の3リッターエンジンを作り出し、ついに初の栄冠をつかんだのです。そしてシーズン終盤、無限ホンダはリジェとの契約も更新、翌年には中野慎二の加入も決まり、期待が高まっていました。
さらにこの頃、ムゲンとブリアトーレの間ではベネトンへの供給やエンジンを市販化してたチームに売る計画が構想されていたものの、最終的には破談となり、結局ブリアトーレはリジェの株式もアラン・プロストに売却。ブリアトーレは後にルノーのカスタマーエンジンを扱うメカクロームとともにスーパーテックのバッジネームで F1 エンジンの販売を手掛けることになります。プロストはオールフレンチチームの存続の声が強まった中での設立経緯から、98年からのプジョーエンジン供給が早々に決定。97年はつなぎとして無限ホンダエンジンを搭載する格好となったことで、無限とチーム側の関係は良好ではありませんでした。プロスト側は、無限ホンダの搭載と引き換えに契約した中野を冷遇し、無限側に無断で、プジョーの関係者にエンジンを見せるなどやりたい放題。パニスが2度表彰台に上がるなど、好成績を上げていたものの、後味の悪いシーズンとなってしまいました。そしてこの時期になると、本家ホンダが F1 復帰への動きを見せるようになっていきます。1998年の3月には、エンジンのみならずコンストラクターとしても F1 に復帰することが正式に発表され、テストカーである RA-099 の開発が進められていたのです。これは、ホンダ F1 の技術の橋渡しが当初の目的だった、無限の F1 参戦が終わりに近づいていることを意味していました。98年からジョーダンにエンジンを供給することになった無限は、挑戦できるチャンスがあとわずかしかないと悟り、シリーズチャンピオンを取りに行くべく、F1 プロジェクトの予算上限を撤廃。持っているすべての技術を投入したという、そのエンジンを搭載した98年のジョーダンは、第13戦のベルギーグランプリで、デーモン・ヒルが勝利を挙げる活躍を見せたのです。すると、翌1999年のジョーダン無限ホンダは、さらなる躍進を見せます。改良が重ねられた無限ホンダ、MF301HD は、重量こそ他メーカーのエンジンより重かったものの、パワーはワークスメーカーのエンジンをしのぐものだったといい、この年のジョーダンのマシン、199とともに、高パフォーマンスを発揮。序盤からハインツ・ハラルド・フレンツェンが表彰台に上る活躍を見せると、第7戦フランスグランプリ、第13戦イタリアグランプリでは優勝、第14戦ヨーロッパグランプリでは、ポールポジションを獲得するなど、最終盤までフレンツェンが、ドライバーズタイトルを争う走りを見せ、惜しくもタイトルは逃したものの、ジョーダンと無限のパッケージングは大きく注目を集めたのです。そして2000年、ついに本家ホンダが F1 に復帰。ジョーダンもエンジン使用料を支払う必要がある無限ではなく、翌年以降は本家ホンダエンジンの搭載を望み、無限側は役目を終えたと判断。この年を最後に F1 での活動を終了したのです。自動車メーカーが莫大な資金とリソースを投入しなければ勝てない時代になりつつあった F1 エンジンの競争の中で、同時期に参戦したプジョーや後に参戦したトヨタですら達成できなかった F1 優勝を4回も成し遂げたエンジンビルダー無限の活躍は、まさに偉業とも言えるものでした。その偉業は今もなお伝説として語り継がれています。いかがだったでしょうか。今回は無限ホンダの F1 挑戦の歴史とそのエピソードを解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。